ノルウェーの森が映画化されましたけども、村上春樹、1984、これも流行りましたよね。で、これに乗っかる形で、はい、1984年、ジョージ・オーウェル、新訳版。もともとこれも1984というタイトルで出てたとは思うんですけども、合わせて読むというよりは、今だからこそこの1984、おすすめしたいですね。ごく最近も、あれだけ反対があったにもかかわらず、可決されて、まあ、この先どうなるんでしょうねという、ビッグブラザー。ビッグブラザーは、東京にもいる。君が経営しているそのサービスの中にもいるかもしれない。君が使ってるスマートフォンで、ガリッと果物をかじったような、そういうコンピューター。そこの会社にも、ビッグブラザーいるかもしれない。1984読み直すなら今ちょうどいい時期ではないでしょうか。まあ、とはいえ、結構分厚い小説でございます。これ、まあ、読むのもね、大変だと思いますんで、コミック1984、あのベストセラー1984はここにつながる、20世紀デストピアノベルの傑作。漫画です。パーッと読めます。パパーッと。あの巨大 IT 会社の、あの巨大コンピューター会社の、そしてここ、あの世界に名だたる巨大都市のビッグブラザー誰かもう一回考えてみよう。ということで、1984、新訳版とコミックの紹介でした。おすすめ。